皆さんこんにちは。やっほー。てか暑いね。めっちゃ暑い。あ、小池さんこんちゃぽ、じゅんさんこんちゃぽ。イエー。なんかタオル見られんのはずい。もしか小池の世界になっちゃう。あ、小池やっほー。ベニューラこんちゃぽ、来てくれてありがとう。メイクします。ねずこちゃんこんちゃぽ来てくれてありがとう、ね、久しぶりにね日曜日何もないんだよ。やばくない？本当にもう本当に久々、日曜日何もない日なんてなかったから。で今回はもうちょっとだけ何やろ休憩しようということで休憩休憩したいなっていうことで、イエイ。ちょっとあんまり予定を入れなくて、この最近はもう7月の頭が忙しすぎて、なんかマジで一日本当にもうその24時間の倍欲しいなっていう風に思った。本当に真剣に思った、真剣に思ったけどさ、真剣に思ってもさ、その願いは叶わないじゃん、当たり前だけど。そのなんか意味わからない願いをしてた絶対そのそうならないじゃんっていう願いを切実に7月の頭はそうやってて、何してんだろうって思いながら、私は頑張ります。ふうね、ライブないの本当にびっくりだよね。日曜日は絶対あったよね。なんか土曜日なくても日曜日は絶対あったみたいな。で基本土曜日なくて日曜日ある時は土曜日練習が入ったりとか練習があったりとかして、絶対にもう何かしらはあるみたいな、何かしらはあるから東京行かなきゃいけないみたいな感じだったんだけど、この貴重な貴重なそのお仕事ない日をもういかに過ごすかっていうことを考えて、私今日浴衣をね、浴衣を探してて、まあ、結局ね決まらずに今友達に聞いてどっちがいいと思うって、なんかもう水色かピンクかのどっちかみたいな感じだから、もうこれはどっちも買うという選択肢もあるのね。だけど先に買うのはどっちかとか、なんかもう自分で決めろって話だけど、でも決めきれなくてね、萌の骨格とかなんか全部お尻尽くしてる友達に全部聞いて、いやこっちだと思うみたいな、いつもなんか意見を言ってくれる子がいるんだけど、それはその返答待ちです。でも絶対今日買わないとさ、着たい日に着れないかなと思って。そう、去年浴衣買わなかったもんね。だから今年は買おうと思ってずっと見てたんだけど、結局決まらないのだからやっぱ全部買った方がいいのかなって思ってる。欲しいの全部買っちゃいたいなっていうレベル本当に。で結局決まらないで買えないっていうのが一番悲しいじゃん。え、今のところ欲しいのでソールドアウトはないのね、今のところ。それだけは救いだった、まだ。そう、それだけはまだ救いだったなっていう気持ち。ちょっとコメント読んでないんだけどさ、ちょっと今から読みます。
ねずこちゃん、こんちゃっぽ来てくれてありがとう。カムカバーさん、こんちゃっぽ来てくれてありがとう。あ、トクさん、こんちゃっぽ来てくれてありがとう。トラオイー、こんちゃっぽ。俺も仕事だけ少しあって現場がない日曜日。あ、そうなの？え、結構トラオは行ってるの？現場。行ってる感じ？いいな。なんか前も趣味見つけたい。なんかまあ趣味みたいなもんだけど、いろいろ SNS とかさ、楽しいからさ、仕事というよりかはなんか楽しんでやってるみたいな感じだからさ、その仕事兼趣味みたいな感じだよね。よし。やばい、初訪問がいっぱいいる。ヤッホー、はじめまして、もえちゃぽこと北島萌香です。よかったら右上ハートピンクに染めててください。よっちゃん、こんちゃぽ来てくれてありがとう。清水さん、こんちゃぽはじめまして、来てくれてありがとう。現場行ってるけど最近頻度減った。あ、そうなの？忙しいの？忙しいのか。モンさん、モンさん、こんちゃぽ来てくれてありがとう。ねずこちゃん、プチ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 、トマトありがとう。よいしょ。てかさ、そのミスフラッシュ明日までなんだけど、ファーストステージが。それですぐセミファイナル進出したかどうかって分かるんかな。なんかどういう、なんかさ、もう何もうこの50人のさ総合ポイントというかさ、なんかそれ、なんかそれをさ計算するの大変じゃない？運営。まあそれを、その仕事が運営の仕事だけどさ、それは。でもさ、普通に考えてさ、すごくない？そんなすぐに分かるもんなんかな、私何位だったみたいな。これさ、なんか人気投票が1位だからセミファイナル進出ってわけじゃないからさ、その全部審査の何、なんていうの、全部のなんていうんだろう、総合マシェパラもショールームも全部の総合ポイントでの上位30名がセミ行くんだけど、え、自分の順位知りたくない？ ね。とりあえずさ、人気投票は1位がいいね。よし、カラコン入れた。やっと見れた。マジでもう目が悪すぎて、もう本当にめっちゃめっちゃ。めっちゃ何あの近く寄らないと見えないっていう イエイ 初訪問もありがとうございます。あ、みっちさん、こんちゃっぽ来てくれてありがとう。こんちゃっぽプチ50&投票届けてありがとう。みっちさんからプチ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 トマト、ありがとな。ありがとう、みっち。プチありがとう。投票もありがとう。ね、みんながさ、投票いっぱいしてくれてるのさ、知ってるから、すごい嬉しい。でも明日までなの。投票も、マシュバラも同じ時間に終わるから、もうマシュバラで呼びかけるしかないよね。明日は、定期公演がないから、配信がね、しっかりできるのね。定期公演あったらマジで明日の最終枠できなかったから、本当にちょっと良かったなと思って、いい意味でタイミング良かったなと思ってるんだけど、別に萌の都合で明日定期できないとかじゃなくて、そうだからタイミングが良かったなって思ってるんだけど、明日はその最終枠がしっかりできるので、
マジェバラの最終枠とその投票の呼びかけはしながら明日配信できるからよかったなと思ってる。イエイ。ヨッコさん、こんにちは。来てくれてありがとう。昨日から山梨でフェスやってて、好きなメンツみんなそっち。あ、そうだそうだそうだ、山中湖ね。山中湖中でしょみんな。そうだよね。いいな、お前も行きたいな。山中湖マジで、あれ以来行ってないな。去年、おととし、去年の春に、去年か。去年の春に行った以来行ってない。ミスフライ投票1位様、こんにちは。ありがとう、こんちゃぽ。チューズミーさん、こんちゃぽ。来てくれてありがとう。投票してくれてるんでしょ。ありがとね。めっちゃ嬉しい。こんにちは、プチ50投票届けで。ありがとう、ミッチーからプチ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 トマト。ありがとな、ありがとう。ゴーチュー、ニキファファン。チューズミーさん、ゴージュー。ありがとな、イェイ。ありがとう。やばい、めっちゃ汗かいてきた。これ下で塗っても汗かいたら意味ないよね。どうしようどうしようどうしよう。めっちゃ汗。やばい。めっちゃ汗なんだけど。めっちゃ汗かきなんだよね、もう。本当にめっちゃ汗かきで。なんか洗面所にもエアコンが欲しい。洗面所にもエアコン欲しい。扇風機、扇風機。あ、ちょっと待って。たべっ子どうぶつさん、はじめまして。来てくれてありがとうございます。投票現在1位になってたんだけど、誰かを押し上げてくれて。そうなの、やばいよね。嬉しいの、どうしようって思ってる今すごい。そう、投票ね、1位なの、やばいよね。ちょっと扇風機持ってきてもいい？扇風機持ってくる。ちょっと待ってて。ね、これは扇風機をさ、置く場所もそんなないんだよね。音うるさいかも。ブーって音しちゃうかも。え、音うるさい？イヤホンしてる人うるさいかもしれない。こうやって持ちながらメイクできないしなと思って。 うるさいかも、うるさいかもしれない。カムカバーさん、投票ありがとう。顔見て思い出した。ありがとう。いや、嬉しいね。みんななんかすごいいろんな人が投票してくれててさ、すごい嬉しい。ありがとね、みんな。ぼくじいさん、こんちゃぽです。来てくれてありがとうございます。バラ、ありがとうございます。初めて？初コメ？初コメかな。ありがとね、来てくれて嬉しい。こんにちは、ありがとうございます。ちぬ太郎さん、フォローありがとうございます。フォローありがとう。嬉しい。すごいね。みんな、すごいいろんな人来てくれてる。ありがとう。あ、テロップ書いてないっけ？もうテロップ気持ちで書いたんだよね。心の中で書いてた。下辺り書くね。投票してよ、ピンポン。え、ねずこちゃん、ありがとう。どういう。あ、オレンジ、こんちゃっぽ来てくれてありがとう、オレンジ。オレンジもいつも。
リツイートとかしてくれてありがとね。あれいない、そう扇風機取りに行ってた今そのいない瞬間に来たのねケータンコンチャポ来てくれてありがとう。あ、いたいたいない瞬間に来るのもおもろい、タイミングが。あ、たけさんやっほー、コンチャポ来てくれてありがとう。チャポかわいいよ、やった。メイク中です。今日もう今日スポンジよりも手でやった方が早いと思ってね。もう最近手でしかしてないな、この下地。だるま投げてよピンポン。え、だるまありがとう、まやこちゃんありがとう。うん、ね、セミ行けたらいいな。セミ行ってさ、ティフに出たいな。ね、まさかのグラビアでティフ出るとか思わないじゃん、セミ行ったら。で、もやば、セミで。ティフに出て、水着ステージに出たいと思います。頑張る。そう、セミファイナルもめちゃめちゃ長いんだよね。多分萌の記憶では7月23から8月17とか、あれ何日前だっけ、23だっけ。あ、1ヶ月ぐらいあるなって思ったんだよな。あれ違うかな、それか多分8月17ぐらいだった気がする。そう、セミファイナルも長いんですよ。で、セミ、ファイナルってあるんだけど、そのセミの間でそのファイナルに上がれなかった人はチャレンジバトルっていうなんか敗者復活戦があるのね。で、ちょっと待ってね。そう、で、その敗者復活戦もすごくて、なんかそのなんだっけ、なんだっけ、そう、なんかファイナル行けなかったら敗者復活がそのショールーム審査とかなんかその3日間ぐらいで行われるの。そう、そう3日間ぐらいで行われて、そう、それがやばいそう、それに出たくないから嫌じゃん、なんかそのチャレンジバトル出たくないからそうだからもうセミはしっかりセミ出てチャレンジバトルとか出ずにファイナルに行きたい、まずは。だってみんなが大変だと思う、その応援する人が大変な気がする、マジで。みんな大変になっちゃうから、もうスムーズにもうセミ行ってそのままセミファイナルで勝ち取ってファイナルに行きたい。マジで大変だよ。チャレンジバトルなんてあるのと思ってやばいじゃんと思って。大変だからお前はスムーズにセミファイナルに行きたい、あ、セミ行ってファイナルにちょんちょんちょんって進みたいなと思ってるすごい初訪問がいっぱいいる。初訪問の方ありがとうございます。あ、そうそう、モーさんありがとうそう、もう永遠にテロップ書いてないからね、今書かなきゃと思ってるけど、これやったらやるモンさんありがとう。そう、このあと15時からマシュバラ30分やって、で公式配信が今日8時半からあるのでみんな来てほしいです。ミッションクリアしたら5000ポイント、ミッション全部クリアしたら5000ポイントもらえて、ハート対決で1位取ったら1万ポイントもらえるので、皆さん応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。こんにちは、クリスティーンさん、こんちゃぽです、来てくれてありがとうございます、やっほーこんにちは。あ、扇風機のおかげで生きてられるって感じです。皆さんよろしくお願いします。
今日の公式配信マジでなんかどう着ようかなって思ってる。水着がいいかなって。なんか最終ラウンジだ、ラウンド最終ラウンジ最終ラウンドだから、なんかね、水着着た方がいいかなとかちょっと考えてる。まだ何も考えてないんだけど、何も決まってないんだけど、どうしようかなって思ってる。水着着ようかなとかいろいろ考えてます。ミズフラッシュっていつまでに決まるの？ミズフラッシュはグランプリは1月に発表です。でもバトル自体は10月ぐらいまでかな。そう、バトル自体はもう10月ぐらいで、ファイナルとかだけど、その発表は1月、バトルは10月かな。でもそのなんていうの、そのファーストステージ終了でセミファイナルまでの間もちょっとあるから、まあそんなあっても5日間とかその1週間も休めないんだけど、まあそう、もうちょっとずつ期間が長いんだよね。そのファイナル、セミファイナルの期間とかファーストステージの期間が長いの。全部リセットされるから、セミファイナル上がるにつれて全部リセットされちゃうから、もうその期間ごとにめっちゃ頑張らないとダメって感じですね。そう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 、あと6分ぐらいで終わりますね。ちょっと待ってて、ティッシュ持ってくる。こんにちは、カオナスさん、こんちゃぽです。来てくれてありがとうございます。こんちゃぽ、休めるときに休んでください本当に。でもその7月23のからだから、セミファイナルは、そう、投票の時間が何時からか分かんないんだけど、前回ファーストステージ5時か、朝の5時からできる感じだったのね。なんかそれはなんか起きてる人じゃないと厳しいから、まあ起きてからでいいかなと思ってるんだけど、マシュマロは7時からで、ショールームは10時からなのね。そのセミファイナルの最初は、そう、だからその時に萌が投票呼びかけて、投票お願いしますって言おうかなって感じ。スタートダッシュめっちゃ大事だから、そう、もうセミファイナル行く気満々なんだけど、セミファイナルの初日はめちゃめちゃ大事だと思ってるので。でもあの23日ライブがあるんですよ。そう、23日ライブがあるから、マジで朝頑張るしかない。夜、でも夕方か、でも言うて夕方なんで、帰ってきてからできると思うから、
とりあえずその23日の昼間7時からと10時からは絶対みんな来てほしい。今のうちに言っとくからでライブして、で夜まあショールームは10時までしかできないから、できそうだったらショールームしてわしばらもしてって感じかな。初日は、いや初日でやっぱちょっといろいろもう本当に決まるみたいな感じだからさ、本当にもちろん毎日継続的にねやっていかなきゃいけないんだけど、初日逃したらダメだから、初日大事だから一緒に戦ってくれたらなって思います。イエー、あ、なおありがとう、そろそろ終わる。それまでにみんな星貯めといてね、星とスマイル貯めといてください。はい、それではちょっとそろそろランキングを読もうかな。なあありがとう、来ない人は北島萌えちゃぼじきじきにお尻ペンペンは往復ビンタですかそうかもしれない、そうかもしれないからみんな来てね。ハーシーズさんグーグーありがとな、グーグーありがとう、イエーイありがとね。じゃあランキング読みます、皆さん拍手お願いします。5位ミッチーさんありがとうございます、おめでとうございます。4位ねずこちゃんありがとうございます、おめでとうございます。3位ブラックマーありがとうございます、おめでとうございます。2位ベニューラありがとうございます、おめでとうございます。そして1位はジャカ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 。あと30分後にマシバラやるのでスマイル貯めててください、よろしくお願いします。そして累計600名超えた、やば、初訪問いっぱいいるね。この時間帯何配信者少ないのかな、詳しくはのえすけさん聞いてください。ご褒美ご褒美よご褒美よね。なのでなんだっけ、なんだっけ、あ、そう、なので609名の方ありがとうございます。よかったら、ツイッターチェックよろしくお願いします。そして今ミスフラッシュ2024のオーディションに参加してます。ファーストステージショールームはもう終わっちゃったんですけど、マセバラっていうあの配信アプリでまだバトル中で、明日の10時までになってます。あと人気投票もあるのでよかったら応援お願いします。ぜひツイッターチェックよろしくね、フォロー待ってます。あ、どうしようさん、こんちょぼ来てくれてありがとう。あ、マジアイドル枠4番目に表示されてるからか、イエーイやば、嬉しい、アイドルやってます、プレッツっていうアイドルグループ所属してます。よかったらフォローとチェックお願いします。もうちょぼ覚えてってください、そういうことかまあ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 、だからか、だから来てくれてんのかな。一応星集めでポチッとしたされた感じね。え、これはさ、あの毎日配信してるからなんかな。え、今日で毎日配信105だって、やばー、最高、105だってやばくない、マジで最近全然できんかったから嬉しい。投票ファンルームにリンクがありますのでお願いします。そう、あとプロフィールにも貼ってあるはず、もえあれ、こっからこのプロフィールからの URL ってないっけ、
あれこのさ萌のプロフィール飛べないかな、飛べるかな、わかんないけど、あごめんイベント中でなかったか、あそう終わったありがとうね、セミしようとしてくれたのありがとうありがとうね、ハシです。そうもうイベントは終わった、ショールームはマセバラが明日までで、今日公式配信が8時半からあるのでみんな来てください。3時台来るかなみんな、でも今日日曜だよねもう曜日感覚わかんないんだけど、みんな来ると信じてるよ。それまでにメイクを、メイクだけは終わらせたくて。あみんな箸投げありがとう。うん、夏訪問の方もありがとうございます。眉毛長め、うん長めっていうか、ま、メイクしたらこうなる感じ。やだ見ないで。そうでもメイク しない、なんか完成しない時の眉毛ってめちゃくちゃなんか変なんだけど、完成したらあ違和感なくなるから、そう先に眉毛描くのよ、いろいろあのアイメイクとか終わらせる前に、その口紅リップとか塗る前にあのアイその眉毛描くから、だから変に見えるけど、完成したら綺麗に見えるから安心して。よしありがとう、じゃあそろそろ終わるね、3時からみんな来てください、よろしくお願いします。ではでは、5、4、3、2、1、アチチャポ、バイチャポ、バイバーイ。あ、プロフィールかもいけた？よかった。オッケー、じゃあこれからそこからも投票できるよって告知するね。メイク中の顔見ないで、ピンをメイクだけだけ。本当に？ありがとう。メイク中、メイク配信してるから見ないでってことはできないんだけどね見ていいよってことなんだけど、はい、ではありがとう、5、4、3、2、1、おちちゃぽ、バイちゃぽ、バイバーイ、ありがとう。あと25分後にマシェバラで会おうね、バイバーイ、ありがとう、バイバーイ。